皆さんこんにちは、リフトです。今回ですね、いよいよ来期2023年春アニメもね、もう間近というところで、皆さんだんだん盛り上がってきてるんじゃないですか。まあ今期でね、もうオタク活動を休止してた人もいたかもしれないんで、まあだんだんね、皆さんが戻ってきて盛り上がってくることを非常に楽しみにしているというところなんですが、今回ね、内容としては来期の同時視聴タイトル数、もうやばいことになりそうだというところで、本当はね、僕サブチャンネルで最近動画撮ってたんですよ。来期の同時視聴作品を一挙紹介しますみたいな感じで、これ同時視聴しますよっていうところなんですけど、まぁ、ちょっとね、あまりにすごくなったんで、ちょっとメインであげようかなっていうことで、ちょっと撮り直しというか、そこから加わった情報があるんでね、話していきますっていうところなんですけど、で、僕ね、同時視聴って、まあ要するに、多分見たことない人もいるのかな。もしかしてこの動画を始めた人もいらっしゃるかもしれないですけど、同時視聴って言うと、まあアニメの映像はね、やっぱ著作権の問題映せないんで、僕は見てる様子を、映しながら、皆さんと一緒にね、こう、同じ時間で、例えばテレビなり、アベマの同時視聴、配信とかで見るなりして、コメントとかでね、ワイワイしながら感想をこう見ながらも言いつつ、終わった後は感想交流するみたいなのをね、昨年ですよね、夏アニメ、リコリスリコイルっても超もヒットしたというオリジナルにはあったと思うんですけど、まあ、あれがね、まず一応経緯話しておくと、あれがもうヒットしすぎちゃって、もう僕、あとちょっと見るだけで全部ネタバレ食らうんですよね。やばいなと思って、じゃあリアタイするかと。で、どうせリアタイするなら皆さんと一緒に盛り上がりてえなっていうので、一回僕同時視聴ね、テスラノードっていうちょっと問題作みたいなので、やったこと2回ぐらいあったんですけど、そう。で、リコイシリコールのね、7話か8話ぐらいからね、始めさせていただいて、それがめちゃくちゃ面白かったんですよね。もうめちゃくちゃ盛り上がって、まあリコリコはすごかったのもあるんですけど、めちゃ盛り上がったし、やっぱリアルタイムで感想を交流するってすごい面白かったんですよね。うん、多分皆さんもこう、ツイッターとかでさ、まあ感想とかバーって見れるじゃないですか。とは、それとはまた違ったなんか面白さがあったんでしょうね。で、結構なんか、マイクロやってほしいみたいな感じになったんで、2022年秋はね、めちゃくちゃやりましたよ。同時視聴、常に3タイトル、4タイトルぐらいかな。マックスで4タイトルか。ボザロとブルーロック、スパイファミリー。最初これ3つやってたんか。あとチェーンソーマンか。4タイトル。4タイトルやってて、で、ちょっとガンダムやって、まあ、結局なんか夕方だからとか言ってやめて、みたいな。で最終的にはスパイファミリーもやめたんで3タイトルぐらいかな。うん。っていう感じで、まあ、秋はやってて、マックス5タイトルぐらいか。うん、やってた中で。で、前期は、なんか時間が合わなかったんですよね。なんか本当はなんかもう一本とかさ、表剣とか、なんかこの辺同時視聴してないみたいに言ってたんですけど、そう、表剣とか絶対同時視聴してないと思ったんだけどね。そう、できなかったりとか、まあいろいろそういうなんか裏事情というか、そういうなんか時間があんまさ、平日の遅いとやっぱ、皆さんを見に来るのしんどいし、僕もやっぱ仕事があるんで、もう無理だよねって思ってて、うん、とかもいろいろあったんですけど、で、結局、今期は、ブルーロックだけか。ブルーロックだけね。まあ前期に続いてやってると。もう深夜1時半からの年見絶対やりませんって言っても、ブルーロックだからやりきれましたみたいなね。まあ最終回ね、まあ2期と劇場版決まって、まあ、非常に盛り上がって本当やってよかったなってすごい思ったんですけど、まあそんな中でね、ちょっとようやくまあ本題というか、まあ来期の同時視聴作品、並び数っていうのを話していくんですけど、来期ね、やべえっす。もともと予定してたのが5作品なんですよ。もともと予定したっていうか、いろいろと皆さんとこう生放送から話しながらね、5作品やるかって、これやった方がいいなっていうのがあって、それが、まあ、まず大本命。もう推しの子はね、水曜日の11時とかからやるんですよ。で、これ平日どうかなって言っても、11時からだから、どうでしょう。1話は90分だからあれなんだけど、まあ、基本30分じゃないですか。11時から30分、11時半で感想コール1時間やっても12時半。で、僕毎朝6時半に起きてるんで、だからまあね、まあ、大体6時半から6時間で寝れば、まあ、まあ十分だね、というとこで、まあ推しの子っていうタイトルだしね、まあ、チェーンソーマンって0時から、まあ、チェーンソーマン、あれ本当にしんどかったんだけど、正直。うん、その時間帯的にね、で2時間感想コールしてたから2時半とかに行って6時半とか起きて、しかももうなんかすぐいしんどかった記憶あるんですけど、まあまあそれ推しの子はやりますかと。で、アベマで、そうそう、アベマでなんかその11時からしかも最速配信やってるんですよ。なんでアベマでも皆さん絶対見れるはずだからっていうのでね、注目タイトル間違いなく来期僕新作一番注目だと思ってるんで、まあ、原作ファンだしね。推しの子はやりますと。で、一作品でしょ。で、あと、天国大魔教と地獄楽。うん、これもやるって言ってたんですね。天国大魔教は土曜の10時から。まあ、ディズニープラス独占でね、日記感じなんですけど、なんか BS が一応映る。東京 MX と BS だったかな。で、10時から映る土曜日。ね、土曜日なんで、もう黄金土曜日。で、天国大魔教は、まあ、僕かなり来期のダークホース的タイトルになると思ってるんで、をやりますよと。で、あと、11時から、地獄楽がね、
やります。まあ地獄楽がもう僕もずっと注目、天狗大魔境最近注目して出してる人ですけど、地獄楽がもうずっと僕も原作ファンで、もうずっとアニメねめっちゃ楽しみにしてた人なんで、でまあこれも本当うまくいったらもう爆発的ヒット、うん、するんじゃないかなと思ってるんで、これ11時から、まあ、同時視聴。まあこれもね確かな結構あんま状況良くなかったんだけど、まあ一応地上波でもやるっていうところね、まあ11時から、まあだからまあ土曜日だからね、10時11時という、まあ土曜日が一番いいですよね、次の日に僕休みなんで、まあ休みの人が多いと思う、うん、学生さんとかは休みだろうしね、うん、っていうところで、これで3作品ですね。だから天国大魔境、地獄楽、推しの子とで、あとガンダムの鬼滅か、うん、まあ、ガンダムはねさっきなんか前やってたけどやめたとか言ったと思うんですけど、そうやっぱねこう日曜5時からなんですよね、ガンダムで。みんな映ると思う、基本的に全国なんだけど、やっぱ5時からって多分時間があれなんでしょうね。ツイッターとかめっちゃ盛り上がってんだけど、なんか同時視聴はやっぱ全然人が正直集まんなくて、なんかあんま盛り上がんなかったんですけど、まあ、でもねやっぱね一期さ、もう最終回一期っていうかワンクール目もうぶっ飛ぼる面白かったじゃん、もうてかぶっ飛んだじゃないですかでやっぱこれでもすごい注目度また上がってると思うんでね、うん、2クール目やろうかなって、ひとまずやります。でまた全く人集まんなくて、でなんか水星の街が、まあ、盛り上がると思ってんだよ、めちゃくちゃ思って盛り上がんねえとかあったらやんないかもしれないですけど、多分ね、まあ、時間的に多分どの道リアタイしようとも全然できるし、うん、するつもりなんで、まあ、そういうところではね5時から、まあ、やるつもりです、はい。で最後鬼滅ですね、鬼滅が11時からか、うん、っていうところ、11時じゃないか。あれ、鬼滅って何？日曜のさ、夜ですよね。そう、鬼滅もね、正直盛り上がるか分かんない。ちょっとやってみないと。うん。なんであれなんですけど、まあひとまずね、夜11時15分か。まあ日曜の夜なんであんまりないかなと思ったんですけど、まあ11時15だったらできるかなっていうところでね。うん、でまあ、何？アニメ自体は盛り上がると思うんですよ。同時視聴が盛り上がるか分からんってだけの話で。これもやるつもりです。まあなんで、鬼滅とかね、ガンダムとかやめる可能性あるし、まあ、てかまあ、絶対やるのは推しの子地獄楽かなっていう感じだったんですけど、もともと。まあ、だから、とりあえず5タイトル最初に始めるよっていう話だったんですけど、ね、さらに2タイトル、追加するかもしれないっていうのが今回の話で、すいません、なんか本題というか、なんかめっちゃ長くなっちゃってるんだけど、なんでかっていうと、何を追加するかっていうと、山田くんとレベル999の恋をする、うん、っていうラブコメ。そして、僕やば、うん、絶対やんねえって言ってた僕やば。なんでかって、その時間が沼アニメーションなの、ブルーロックと同じ枠なんですよ。で、1時半からもう二度とやりませんみたいな。見たい人は勝手にリアタイしてくださいと言ってたんですけど、なんかね、そのアニメイトで僕なんか、アニメイトのさ、ウェブのサイトあるじゃないですか。それでなんか放送日一覧みたいなさ、で、開始順みたいなの僕見てたんですよね。来期何から始まるんだろうと思って。で、やっぱまあ4月からスタートする。もう4月1日からバリバリ来期ってスタートするんですよね。で、そんな中で、土曜日の枠が、まあ、10時から天狗大魔境あるじゃないですかね。11時から地獄楽あって、で、あと、お隣に銀貨、これもやるかもしれない。8タイトルかな ?8 タイトル最大。いや、多分これやります。なんでやるかっていうと、その流れでさ、もう1本でやろうと思ってて、いつも同時視聴って枠分けてるんですよね。皆さん移動大変だと思うんだけど、それ2タイトルとかあったら枠分ける、まあ、意味はあるかなと思うんだけど、もう、最大土曜日5タイトルやります。なんで、ぶっ続け。ぶっ続け生放送。うん。なんで、10時から天狗大魔境、11時から地獄楽。で、0時からお隣銀河あったな。で、0時半から、山田くんとレベル999の恋をする。1時半から僕や。お隣銀河はね、ひとまず2週目から放送なんで、うん。まあ、最初は4タイトルから始まるんですけど、とりあえずね、1回目これやります。4月1日。うん。で、たぶんね、まあ、これ、なんでかっていうと、山田くんと僕や、僕もめっちゃどっちも楽しみにしてるんですよね。めっちゃどっちにも楽しみにしてて、で、この流れだったらさ、このままどうしてもいいんじゃないかっていう、なんか僕が思ってることなんで、このまま行くと毎週土曜日5時間ライブをするっていう。だから9時45とかさ、まあ、10時からね、まあ、ちょっと若干早めから始めて、で、僕やば終わって感想コールして2時半。4時間、5時間ぐらい。うん、毎週、1本の枠でね、全5タイトルなら4タイトルを見るっていう、見て、まあ、感想を考慮する時間は感想を考慮していくっていう風にしようかなっていう風に思ってます。てか、まあ、ほぼほぼ決まってるんで、今回こうやって動画上げてるんですけど、そう、前はね、ツイッターでちょっと上げたんですよ。ワンチャンやるかみたいな。僕、調べてたらさ、いや、これやるしかないんじゃないかとか思ったんで、うん、アニメデーだよね、土曜日。うん、ということで、ちょっと、まあ、今やります、ひとまずね。ひとまず1週目は、死ぬかもしれないんだけど、僕がね、そんな風にやってたら。まあ、やります。はい。なんでね、
皆さん、まあ、多分どっかの時間は合うと思うんで、10時から何2時半ぐらいの間で、何かしらのタイトルだと見ると思うんですよ皆さんね。なんでぜひね、そうで1時半も絶対できないって言ったんですけど、まあ、その山田君とレベル9がレイジャーの見たアニメ見た見るっていう前提であればね、やっぱできる。前ブルーロック探偵が1時半からあったんで、もう死にそうな思いしてたんですよ。だから仮眠とかしたりさ、なんとか起きたりとかやって一回寝坊したっていうなんか地獄みたいなことあったんですけど、そういうのもね、なく、いけそうかなっていう感じっすね。はい、ちょっとひとまず、まああまりに偉かったらで、多分ね再生数的なところに行っても、まあこんだけライブ放送の時間あればね、ある程度取れるかなって。まあだからその同時視聴数だよね、これちょっと読めない。なんかそのやったことないですよ。だからその同じ枠の中でタイトル変えてみるっていうのが、なんてしっかり盛り上がるのか。だからやっぱ枠を決めてやった方が、その配信内だけで言ったら盛り上がるのかなって僕は思ってるんですけど、でも逆に言えば、例えば地獄楽しか見る機会なかった人が、地獄楽の後のじゃあお隣ゲングも見てみようとかさ、その後の山田くんとレベル999の声をこれ 見てみようとか、あその後僕やは普通だったらリアタイしないけどリアタイしてみようとか、でもそういう人が出てくると思うんですね、これ一緒にやると。だからこれどういうな効果が出てくるのか、それともなんかねダメな希望かなのか。え多分一緒に前みたいにさ、僕秋の時ってスパイファミリー見てボザロ見てブルロックっていうのを枠を分けてやってたんですけど、枠を分けてやることによってさ、ずっと見てくださる人って移動しないといけないのもあるじゃないですかね。僕も準備しないといけない枠をね。そうだから正直全4作品なり5タイトルって、ね、枠を準備するのはできるんですけど、それ移動するのもないですけど、作るのは大変なんでもあるね正直ね。だし、まあそれだったらもうぶっ通しでやった方がなんか面白いかなっていう思いで、まあ、ひとまずやってみようかなって。まあちょっと正直これ完全新しい試みだし、そんな長い時間ライブ放送一回やったのはね、4時間だったか何時間だったかっていうだけで、まあ、常に毎週やったことはないんで、そう、まあ、また形式は違いますけどね、単純に僕はずっと喋るっていうよりは、基本的にアニメ見てる時間が5本だったら、まあ、約2時間半ぐらいね、あるんで、まあ、ライブ放送のうちの半分ぐらいはね、アニメ見てるっていう計算になってきますんで、うん、まあまあ全然そういう状況も違うかなと思うし、そう、どうせね、なんかアニメ見えるんだったら、皆さんと一緒に楽しめたらなっていうのを思ってるんで、ひとまずこれで、ね、やっていこうかなと思ってます。まあなんかいろいろとなんかまた不具合が生じる可能性もやっぱあるんで、ね、実際やってみて。そこはあれですけど、なんで来期は全8タイトルです。お隣銀河はね、もう完全になんかまあ偶然というか時間がせっかくあってさ、放送やってんだから見るかみたいな。他もね、確かなんか異世界ものかなんか、確か時間被ってるんですよ、それね。うん。で、お隣銀河はまあなんか、そう、流れで やろうかなっていう。そう。地獄楽の後、1時間空くんで、なんか11時半に終わって、次山田くんとレベル999の声をするまで。で、1時間はちょっと空きすぎかなって思ってて、まあだから、わかんないんだよね。だからさ、地獄楽の例えば感想交流がめちゃくちゃ盛り上がったら、普通2時間とか行くの。チェーンソーの時とか僕毎深夜2時過ぎぐらいで喋ってたから、毎週ね。うん。で、ボザラもそうだね。ボザラも多分1時間ぐらい喋って、で、まだ尺、時間足りねえぐらいの勢いやったな。ボタルは0時からやって0時半に終わって、だからブロック1時半からだから、そうだよね。だから1時間ぐらいだから毎回語ってたね。だってもう時間ね、早くもうそろそろ枠切り替えないとか言ってた記憶あるんで。まあね、何事もチャレンジ、挑戦ということで。僕もほんともう YouTube、もう今めちゃくちゃメラメラ燃えてるんで、はい。なんかライバルがいねえとかふざけてモチベーション湧かねえとかね。あの時代過ぎました。もう僕は一人で突き進むんで、でむしろ実写アニメ YouTuber 界もうめちゃくちゃ盛り上げていこうと思ってますんでね。はい、ひとまずちょっとね、来期はちょっといろいろ挑戦の、クールになるかなって感じですけど、まあ、ひとまず同時視聴、まあ多分ね、まあ、視聴者の皆さんにとって別になんかぶっ続けの枠でやるからそれやめてほしいとかでないと、まあどうな枠を開けた方がね、そのなんかの作品だけ見ようと思ってきたらまあやりやすいとは思うんですけど、あとアーカイブとか見やすいかな。まあ、一応画像とか全部つけますんで、ね、まあ何や見てるとかとか分かるような感じで撮れるかなとは思ってます。はい、そうだね。だって 下に時間もついてるから何時からってそこから同時視聴やってるって分かるはずなんで、うん、まあ、ひとまずね、そんな感じでやっていこうかなと思ってますんで、来期は同時視聴タイトル、全部で8タイトルを予定というところで、もうお隣人が正直言うとおまけっちゃおまけなんだけど、もうこれもラブコンやったかな。うん、で、なんで、推しの子、地獄楽、天国大魔教。まあ、やっぱ曜日別に言うと、水曜日が推しの子ですね。で、土曜日が、だから天国大魔教、地獄楽、お隣人が山田君とレベル999を恋をする、僕ヤバ。で、日曜の5時から、水星の魔女。で、11時から鬼滅。あ、これは枠分けますよ、しっかりね。6時間ぶっ通しか謎のモードしないでね。はい。で、ここで、ひとまず8タイトルというこうね、来期
やっていきたいと思いますね。はい、皆さんね、多分何かしら見られると思うんで、ぜひ一緒に見ましょうよ。リアタイね、リアタイやっぱおもれえよ。うん、そういうのは僕は思ってるんで、はい、来期大いに盛り上がっていきたなと思います。もちろんね、あの通常動画もガンガン上げていきますので、その点もよろしくお願いします。ということで、今回ね、来期の同時調査件数がもうやばいことになりそうな件についてという動画は以上となります。ご覧いただきありがとうございました。ぜひね、あの終わろうと思って、ぜひね、皆さんの、なんかご意見ご感想ね、楽しみですねとかも何でもいいんですけど、コメント、あ、それはリクさん倒れますよとか、倒れません、あ、もう気合でね、倒れても気合で這い上がってね、七転び八起きというやつじゃないですか、言葉に違いかもしれないけど頑張っていきますね。はい、まあ、楽しんでいきましょう、来期ね。はい、ということで以上になります。まあ、もしね、あのこれ以上多分同時正直さすがに増やさないとは思ってるんですけどね、まあ、なんかあったらコメントいただけたらと、ぜひこれを機にチャンネル登録もしてください、嬉しいです。ということで、一緒にスコアの下にありがとうございました。